交通事故に遭いました。嘘だろ、きょうちゃん、これレイカの小顔矯正のやつでしょ。そんなことはいいんですよ。 YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。きょういちろうです。いや、レイカだよ。どうしたの？今日はですね、きょうちゃん、きょうちゃんに宇宙を感じてもらおうと思って、そこで用意しました。おう、私、こちら。なになにこれ、なんだと思う？エビグラタン、バニラアイス、たこ焼きの、なにこれ、宇宙食でございます。いただきます。待て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 、宇宙をもっと感じてほしい、きょうちゃんには。いや、全く意味が分かんない。というわけで、もう十分感じるでしょ。というわけで、食べるよ。いただきます。ダメ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 、なんでちゃんと宇宙を感じなきゃダメなんだ。はい、ボーン室に行きましょう。はい、きょうちゃん、ボーン室に来たんですよ。うん、そこで宇宙食持ってきた。はい、持ってきましたよ。うん、なんでここなんですか？私、用意しました。じゃん、なんですか、これは。プラネタリウム。きょうちゃんにね、うん、宇宙を感じてもらおうと思って。電気消すね。うわー、きれい。あ、すごいね、きょうちゃん一切映ってないけど。で、きょうちゃんが映んなくなると困るんで。あ、いたいた、きょうちゃん、いたいたね。宇宙を感じて食べてもらおうと思ってるんですけども。うん、宇宙感じてる？まあ、すごいね、綺麗だね。じゃあ、はい、食べますね。この満天の星空の下。あ、流れ星だ。はい、宇宙を感じてください。むちゃくちゃだな、お前。はい、じゃあこれ何？たこ焼き。お、すごい、ちゃんとたこ焼きになってるよね。どう？硬そうだね。食感は何にせよ、後味は完全にたこ焼き。へえ、すごいね。元気つけていいですか？宇宙もう十分感じたかなと思って。あ、流れ星。あ、また流れてた。いや、もう宇宙感じたかなと思って。はい、まぶしいな。エビグラタン、どうぞ。全然想像つかない。あー、でもすごい、どう、ちゃんとこういうのに入ってる、ほら。あ、すごい、あれ見た、冷凍食品のエビグラタン。お菓子みたい。いかがですか？おお、うん、なんかでもこれは別物に感じる。エビグラタンは別物にか…しょっぱい。しょっぱいんだ。別物に感じるな。チャンリムちゃん食べてみな、ほら。たこ焼き？たこ焼き、すごいね、軽い。これあのさ、たこ焼きのお菓子あるじゃん、スナック、うん、あれのジョイ互換ってわけじゃないけど、ボリボリ、たこ焼きの音ではないよね。これが一番気になってんの、バニラアイス。え、うん、なんかさらにこんなにアイスだよ。え、んなんだこれ。アイス食べたいなって思った時の用ってことだよね。うん、うん、あ、これうまい。お、うん、のすごい、これ何、超、うん、超溶けやすいラムネみたいな感じ。へえ、超溶けやすいラムネ、美味しい、これ。うん、ね、あ、でもバニラアイスの味ちゃんとするの。そう、バニラアイスの味ちゃんとする。うん、どうでしたか、宇宙食。改めてこういうの食べて思うけど、やっぱり水分って大事なんだね。うん、あと冷たいとか熱いとかも大事。あ、ただこれは普通に美味しい。お菓子みたいだね。じゃあ、ちゃんきょうちゃん、最後にもう一度宇宙を感じてほしい。うわー、
流れました。人生で初めて宇宙食を食べました。はい。僕はきっと宇宙飛行士にはなれないでしょう。でも何事も経験、食べたことない人はワンコインで買えるみたいだから、みんなも買ってみるとよろし。それじゃあ皆さん、ビッグマン。